初めて友達とお酒飲んでみた。こんにちは、エリカンです。今日は二十歳になった同級生とわしなので初めて一緒にねお酒を飲もうと思います。イエーイ、乾杯。あー、カルビソーうめえ。今回はアルコール 3% のサワーを飲んでみました。今のとこ私はチューハイ1缶か2分の1くらいが限界ですね。ほろ酔いのジンジャー、ジンジャーって何まず。どんな味だろう。 OK、 早っ。初めてのジンジャー味、果たしてお味は。なんか飲んだことない味だ。え、そう、うん、何これ、よくわかんない。なんか味がよくわかんないけど美味しい、うん、あ、お茶っぽいやつかな。お茶、お茶じゃね、甘いお茶の味がするかもしんない。これ伝わる。うん、伝わる。なんか抹茶を甘くした感じかな。やべえ、最近太ったんすよ。見せんのかよ。見せます。こんなに太っちゃった。まっちゃんはどんな人がタイプ。やっぱり好きになった人かタイプ。こんなバカみたいな女を好きになってくれる人。ああ、確かにそれ大事。なんかエリカみたいになんかはっちゃけの面白い人がいいな、うんうん、もしかして恋が始まる。なんかエリカみたいになんかはっちゃけの面白い人がいいな、うん、エリカみたいな人が好き、これってもしかして。なんかエリカみたいになんかはっちゃけの面白い人がいいなって思って、うんうん、うちだ。皆さんもしかしたら恋が発展するかも。違いますよ。似たようなやつってことだよ。いや、絶対うちのことでしょ。違うよ。絶対違うよ。あんた大丈夫か、自信がうちナルシストだからな。え、大丈夫、そんなに飲んじゃって。え、平気でしょ。え、すげえ、 3% ではもう酔わない。え、全然酔わねえ。マジでめっちゃ酒慣れちゃったね、すげえ。え、 3% で酔む人っているかな。ほぼほぼジュースなんだよね、やっぱり。マジか。え、酒強い、もしかして。わかんない。え、強そう、絶対。え、でもなんか誕生日の日にワイン飲んだよね、うん、飲んだ飲んだ、ベロンベロンになった。ワインって度数高いって言うしね。そうそう、ジュース感覚みたいにもう飲んだら超酔いましたね。なんか全然美味しいって感じないんだよな、うん、マジで。 あ、分かった、ジュースで割ってないでしょ。ジュース、うん、ぶどうジュースでね割って飲むと美味しいよ。混ぜて飲む。え、そうなんだろう、うん、え、知らなかった。うちもやっぱそのままでは飲めない。はい、お、なんだろう、これか、改めて誕生日おめでとう、ありがとう、なっちゃん、イエーイ、ありがとうございます。え、覗いてもいいですか。いいよ、ちょっと。なんだろう、めっちゃ可愛いムーミンだ。手紙も入ってます。エリカへ、二十歳の誕生日おめでとう。最初に出会った頃の日を私はずっと覚えてるよ。その時私とエリカはお互い趣味も違い、あまり話さなかったよね。でもサークルが一緒でいろいろ喋ってみたり、エリカとは本当に仲良くなりたいと思った。初めて二人で出かけた時、すっごい話がバカみたいに面白くて、何より二人は違って見えるけど、実はお互いバカでポンコツなとこが似てるよね。学校登校日間違えたり。私も昔中学ほんと楽しくなくて、毎日が地獄の日々だった。友達関係が崩れ、人間関係が崩れ、正直生きるのが疲れ、この世からいなくなろうとしてた。でもこの学校に入り、エリカに出会え、ほんとこんなやつと仲良くしてくれて感謝でしかない。実は中学のトラウマのせいですごい不安だった。でもエリカは私とずっと一緒にいてくれて、笑わせてくれて、毎日がハッピーでした。エリカと一緒に遊ぶと嫌なことが全部吹き飛ぶんだよ。エリカは人を元気にさせる魔法使いみたいだ。私の人生は真っ黒だったけど、今は明るい世界に導いて、出会えたことに幸福を感じる。これからも YouTube すごい楽しみにしてるよ。大人になるまで遊んでくれて
本当にありがとう。これからもよろしくお願いします。またこれからもよろしくお願いします。バイナツキ。ナツキくんありがとう。イエーイ。こちらこそお互いなんて言うんだろうな、中学の時意外と地獄の日々だったよね。そうそうそうなんだよ、ね、いやまさかこんな楽しい未来が待ってなんてあの時お互い多分予想してなかったかもしれない。そうだ ね, ねなんかまさかエリカもなんか、うん、うちと同じになんか地獄のような日々を送ってるとは思わなくってね。そうだからなんか何かしらと一緒にいて、うん、すっごい楽しいと思ったのがすごい久々だったんだ、うん、うちにとって。ああうちもそういえば久々だったわ。本当に、うん、本当この学校に出会えてよかったなって思ったね。いやなんか神様からのご褒美みたいだやった嬉しい。はい、エリカ生まれてきてありがとうございます。こちらこそ夏希が生まれてくれてありがとうございます。おまけ酒に酔ったので腹でしてドゥヌルナダンスあなんだこれ